真由美勝成のエキスパートゴルフ。Let it go。はい、こちらかなり下ってます、このアプローチ、はいはい、下ってこう止まる雰囲気がないですね、だから反対に優しいって言えば優しいんです。あの皆さん、アマちゃんの皆さんはグリーンに落としたがあるんですよ、ね、だからこれはグリーンまで行くとここまで打たなきゃいけないですよね、はい、そうするとバックスイングがちょっと大きくしないといけないでしょ、はい、力もいるじゃないですか、うんうんうん、でも転がるからここじゃなくてここでもいいんですね、うん、そうすると約4ヤード、うん、5ヤードその力だけでいいんです、うんうん、ただしですよ、はい、アプローチのスタンスってみんな勘違いしてるのはアプローチのこうやるときオープン系で立つじゃないですか、うんうん、それよりもねえ得意だと思うけど、うん、こういう時にこっち下げるんです。下げたらどうですか、下げることによって球が左に置くことを覚えるんです。これそうするとボールの下をこうくぐらせることができるんですねこうでもいいんですよ。でもちょっと足を大きく開けば開くほど手に力が反対に力入らないんです。これ体重が左に行きますから、もうこれでそこ高が3ヤードかそこら辺に簡単に行きますからね。だからくれぐれもこういうラインの時は柔らかく打ちたい時は右を大きく後ろに下げてください。非常に楽だと思います。クスダプラス君の打ち方をちょっと拝見したいと思います。あのクラブの使い方でいうと、はい、もうこの傾斜なりにクラブを動かしてほしいんですよ、うんうん、要は最初からずっとこうクラブを下にこうずっと振っとうようなイメージで一回も上げることなく、だからこれは水平打法に行ったら一番得意な技だね。そうですね、傾斜通りに打つっていうのがマストになってきますからね、うん、ちょっとクローズに構えてで傾斜通りにこうパッとこう振ってあげる、うん、それが一番ミスが少ないです ね、 そうですね。やっぱり変なトップとかちゃっくりはなくなるかなと思います。うまい、うん、最高、うん、こういう柔らかい球の出し方っていうのが非常に楽な打ち方ですね、うん、これをおすすめします、はい。